はい、皆さんこんにちは、ちでございます。三国志13曹操さんで社長プレイですね、やっていきましょう。えらくね、もう皆さんもう本陣ほったらかしできてますね。曹操さんでどこまでいけんのっていうのがあるんですけど、まず強撃でしょ。ちょっと下がりましょうか。ちょっと下がりましょう。義援さんボロボロだね。ああ、ここら辺の人やっておく。いや、ちょっとこっち、こっちをやっつけて。いや、私これ使っちゃいましょう。有略采配ね。攻撃防御上げ上げ上げ、士気上げの士気維持ね。7使うんだね、すごいよね。傭兵の神髄、宋孟徳が教えてやろう。いやもう曹操さん、ほんとかっこいいわ。賀来さんが、余剰近郊、蔡宗公で、女性の墓よ。あ、賀来さん行ってたんだね、余剰近郊に。あら、ちょっと待って、早くこっち、ぶち抜いてくれないと困るんだけどね。行って、指南して差し上げましょう。ここまで行っちゃうと、縄文攻撃してんのね、あんた。ちょっと待って、朝鮮さんのあれにかかっちゃったんだ。仕方ないだね、朝鮮さんの策略にかかっちゃったんだね。言うこと聞かないわ。まあ抜いちゃったけどねおかげで抜けましたけど、ちょっと待ってね、あなたたち、あなたとりあえずちっちゃうかい。お任せあれ。ほいと。で、こいつは皆さんいろいろ攻撃しちゃってない、しちゃってない、しちゃってないから、かしこまった。これは迅速を得らないね。まだもったいないね。私としたことが、あ、ちょっと待って、朝鮮さん5に行ってたんだね。解放してあげたのにこっちに来てくれるかなと思ったんですけど、さあ、じゃあね、奪う方向で行きましょう。本陣、お任せあれ。これ本陣でしょ。本陣を抑えるように行きながらの、義文長を止められるものなどおらん。そうなんだね。ちょっと待ってね、これは私が動いてるので、とりあえずね、あなたここで戦意してください。お任せを。で、残りの方、残りの方はこっちで、お任せあれ。どう、やっつけちゃいましょう。待ち構えてね、タコ殴っちゃいましょうね。タコ殴っちゃいましょう。はい、どうぞと。お任せあれ。もうじゃあ、あなたはね、あなたここで戦意しときましょうか、しばらくね。みんな一気に勝負を決めようぞ。そうだね、一気に勝負を決めようぞだね。巨峰、巨峰もいいけど、巨峰いいね。巨峰いっちゃいましょう。一人か。もうちょっと粘りましょうか。ちょっと待って。あれ、寛海さん残していくの。寛海さんやっつけちゃいましょう。進むか。寛海さんやっつけちゃいましょうね。寛海さん落ちるね、これね。はい、カネさん落ちました。やれやれ、カッコつかんだ。おっと、おお、すごいすごい。じゃあちょっとこっちやっつけましょうか。進むか。で、はい、ちょっと待ってね。強撃しちゃいましょう。で、あなたも強撃してたかな。一緒に承知、これまでですか。はい、あなたたちは待機中。待機中は困るな。行っちゃいましょう。お任せあれ。悪の亡き者は斬る。また孫権さんだよね。読みが甘かったと。もう行っちゃってください。かしこまりました。あ、そうだね、今義援さんに向かってるね、皆さんね。屈辱じゃ。いや、もう落としましょう。かしこまった。義援さん、そういうとこ行ってんのね。ちょっと待って、何これ、誰、義援隊、なんか行ったね。
なんか言ったね。覚醒が輸送均衡。あ、破壊しましたか。ね、いや、もう義援隊じゃなくて、こっち行きましょう。こっち行きましょう。じゃあね、カクさん、巨峰義援さんに行っちゃいましょう。甘くない。テイクさんがね、僕を知ってると。バカだ。ありえん。え、なんだい。誰と。誰あんた。あれ、あなた誰だろう。わかんないけどね。ちょっと、そうそうと、あ、士官さんだね。じゃあね、もう行っちゃいましょう、こっちね。父上や兄上に申し訳が立たぬ。いや、本陣に行くほどでもなかったですね。天数、総猛徳の支柱にあり。はいと。私と、あ、私がトップだね。ああ、もう私がダントツだわ。あ、先駆だったのね。先駆大将は相変わらずつまらんにゃった。この心持ち、早速し、死に、なんだろう、これ、閉じてみよう？わかんないね。先行報酬として、先人から金銭を、皆の働きに礼を言う、不次の力を尽くし、働いてくれた。いやー、もう強いな、我が君は。本当にすごいね。長州さんが捕まりましたけど、所属部署がいない都市があります。ああ、うにゃ、主戦校舎を取りましたけど、処罰いけるかい。あ、いけるわ。中世、あら、加古太さん大都督になっちゃったよ。ちょっと待って、はい、母方のように感謝の変更を伝えてくれた。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これを聞くと、加古太さん、感謝になるのかい、自動信任。おお、できるよ。で、任命ね、都督任命。わあ、加古太さん来たわ。なんだい、これやるとどうなんだい。実行軍団任命部署。おい、報告を預かっております。特に通信で拝命すると、でね、軍団編成。あらあらら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 、ら、ら、ら、全部加工堂さんになっちゃった。え、じゃなくて、私がしたのはこんなことじゃないんだよね。あ、加工さん指揮全然ないじゃない。これまずいね、私助けに行かないといけないね。私10万いんだね。それ以前に、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。都督任命。あれ、都督って一人しか任命できないの？んなことないよね。んなことないよね。あ、軍団新設だね。これで、統治都市。統治都市はね、あなた南任せましょうか。こうだね、南側を、あ、うん、南と西を任せましょう。そうだね、ここも任せたいな。そうだね、で、ここなぜか私になってんだけど、はい、いいぞ。人工島任命士と、ちょっとごめんなさいね、やり方がうまいこと言ってませんで。で、移動命令じゃないの、軍団編成ですね。で、ここは加工さんだね、だねーと。はい、どうぞと。で、私せっかく10万部隊もいるんで、
ああ、よいしょ、落としに行きましょうか。ちょっとこのままじゃよいしょやばいもんね。あなたたちは、あなたたち大丈夫なんでしょ。そうそうさん、そうそう勢はね、あ、でもどうかな、これ。よいしょ行く前に、こっちパパンと押さえた方が早い気がしますね。いや、でもね、これどうなのかな。これはね、やっぱりね、彼らに任すべきと、私は思っちゃいましたよ。とりあえずね、とりあえずどうする？いや、でももうちょっといっちゃおっか。せめて5、会計まで落としましょうか。よいしょ。ジュニトリーが新車見て大事になりましたと。はい。はい。いけるかい？あ、チョー君さんね。あ、そうだ。あとリクエストいただいてましたね。ごめんなさい。こんな時間からするのもどうかなと思うんで。あ、誰これ。あ、トシオさんね。ザイヤ部署のね、ちょっと紹介をというのをいただきましたんで、情報ね、全勢力、部署で、所在、所属かな？勢力だね。ね、ザイヤはね、ザイヤというか、捕まってる人は捕虜、ザイヤいません。旅歴さんね、この人解放しちゃう？もうこっち押さえたから、リュレイクさんはね、香料かなんか、もうちょっと北の方で捕まってるはずなので、リュレイクさん解放しちゃいましょうか。処罰ね。香料さん、いっぱいいるね。あれ、リュレイクさんがいない？あ、いたいた。解放ね。光栄です。なんと寛大な処置に感謝しますと。いや、もう道端で会って殺しに来ないでね。それだけですよ、私が言いたいのはね。さあ、私はね、ここで、あ、違うよ、再編成しましょう。あ、カッカさん一人だったのか。競争兵、そうだね。もうちょっと落としたら考えましょうか。そうだね。私、小表記だもんね。いやいや、言うこと、あ、そうだ。私が、あれ使っちゃったんだ。運転ね。運転持ちましょう。他の方は持ってないね。まあ、いいかな。あまりが7万ありましたね、今ね。7万あったんで、兼業で。分配しましょうか。はいはい、5万ね。で、私はこの10万連れて5に行きましょう。はい、った。よそでやり合いましたね。これ拡散大丈夫かな。いや、ダメだね。これ拡散ダメだわ。あなたたちはどっか行かないかい。行かないな、このままだったらね。行かないね。孫権軍の長々が効果に行って養子の説得に我が子の配下となりました。あった。あ、なんだい。あら、ああ、聞いてたね。孫権軍の陳京さんが効果に行って大山さんの説得に応じ我が子の配下となりましたと。ああ、これ私 の、 あの妻だね。あのオリジナルの人ですね。かなんとかさんと投資が、投資さんが新社にという保留になりましたと。ね、人事できないかい。諦めるもいって。いやー、怖い。諦めるもいって。しかし、ビョレイクさんめっちゃ怖いですけどね。諦めるもいって。諦めましょう。しかし、カコートンさんもあれだね、孤独になれちゃったので75日。あ、チョーコさん行って。ああ、ダメだ、チョーコさん横取りされちゃう。となると修造さんかな。そうだね、修造さんと頑張ってください。で、そうだね、そうだね、ともう5、2900しかいませんもんね。
慶応に熟年型鏡に総兵訓練所が建設されましたと。ちょっと待ってねと。私のね、武将でね、ほい、ほいと、二品館。ああ、過去ごとさんと、次は商業さんかな、ってとこですね。これ落とせちゃうんじゃない？祖祖父の祖祖でが5位の攻撃を開始しまう。あ、出てきちゃった。カネさんね。あ、どうだった？着手戦。はい、私行きましょう。はい。人ひらめいた。はい、どうぞと。はい、知性を見るに敵三軍の主観ならばと。ね、まず大医療でしょ。どうしちゃおう。とりあえずこっちかな。こっちだよね。いやでももうそんなに損傷してないかんね。大医療こっちにしましょう。で、虚言兵器欲しいですね。虚言兵器じゃない、虚言人だ。虚言兵器ってどうする？こんなもんかな。あと鋼鉄器をこっちにも置いて、なんかね。あ、よし、心は決まったと。というところで時間良くなりましたのでね。殿下に知らしめ。はい、この辺でじゃあ終わっておきましょう。そうそうさんで参考辞13、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。